はい、えー、リププラップの岩崎です、えー、本日は5月の17日の日曜日ですね。えー、と緊急事態宣言が滋賀は徐々にですかね、えー、緩和というか一部解除みたいな形で、えー、今現状なっております。 え休業中、えー、ゴールデンウィークの期間は休業をしておりました。えー、まあ、いろいろありました。えー大変 <laughs> 自分の中でも大変なことが多かって、えー、まあいろいろちょっと動画で僕もガス抜きさせてもらったり、まあそれを見られたお客様にご心配の声を、でたくさんですね、今週ミス開けてた,たくさんご心配の声をいただきました。えー、非常にご心配をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした。えー、まあご心配いただきました。 えー、お,ころお心付けですねいただいたお客様には、えー、感謝しておりますえー、まあ僕もえー、まあそんな感じでえー、まあ徐々に平常というかまあウィズコロナの状態でえいろいろ変化しながら、えー、日常を取り戻そうかと思っておりますえー、そこでえー、まあ自粛どの程度自粛 していいのかとかと、えー、僕はまあえー、ちょっとずつ皆さんにも、えー、釣りの活動ですね、まあ、できる範囲で駐車場も閉鎖されたりやりにくいまあそれでも一足伸ばせばちょっと。 釣りできるところがあるとかいろいろあると思うんですまあボート釣りも行けるでしょうしえっ、ー、とまあそんな感じで徐々にえ皆さんにも釣りしてできる人は釣りしていただければえまあみんなえいいのではないかなと思っております、まあ、経済活動もえ今死に気味ですのでえ経済経済 復活させないといけないと思いいいととけ思ますし、えー、みんなが釣りしていただくことで、まあ、我々釣り人も釣り具屋もそうですし、えー、修理屋もそうですねガイドさんもそうですね、えー、まあみんな釣りで成り合いをしてる人たちも活気づいてくると思いますので、えー、皆さんの、えー、釣りの活動も徐々に、えー、していただければ。 嬉しいなと思っておりますあそこでなのですが自粛警察と呼ばれる人たちに結構いろいろこの期間なりちょっと前ですね監視というかちょっとやりにくい空気感だったと思いますまあ叩かれる釣り人叩きもひどかったしあれも 釣りってそんなに悪いのかなーって未だに思っても僕釣りってそんなコロナにまあまあまあねどういうまだ謎なウイルスなのでどういう釣り方しないからっていう意味合いでだとは思うんですけど完全に、まあえー、釣りも良くないよという風潮でしたが僕的にはそんなに悪くないとは思っております。えー まあ何が言いたいかと申しますと、釣りは一人でできます。結構、まあ僕もというか、若い時から、今は結構、仲間がいたり、まあ身近な存在がいて、釣りに一緒に行っ,たり行ってくれる人がいますが、若い時は結構一人で行ってました。まあ、友達がいないかったから。 だと思うんですけど釣りが1人で行くもんだし1人で行くといろいろできて上手くなったりっていうので、えー、非常に1、えー、人で行っておりましたまあ1人で釣りもできますのでえ何、ー、て言うんですかね、えー、みんなにバイバイする必要もないし多くの人に見,見,せら見せる必要もないと思いますので是非ですね、えー、釣りには行かれてえー、っとまあ SNS とかですね えー、そういったところにええー、<laughs> も別に乗っけなければ問題ないと思いますのでそのようにやっていけば、えー、叩く叩かれることもないでしょうしまあ直接ね話に来られる方もおられるかもしれませんがまあ基本的には、えー、緩和ムードなんで、えー、志願に至っては、えー、釣りもできますし、えー、問題ないのではないかなと。 思いますと,ということで5分も経ちましたし、えー、ちょっと僕も釣りしていきたいと思います、えー、皆さんそんな感じで休業、えー、中は進行心配にかけまして、えーえー、ありがとうございました、えー、それからまた、えー、これからですね釣りも、えー、やっていきましょう日本がんばれー